アドルフ・ヘルツェルはドイツの画家である。現在のチェコ共和国領のオロモーツに生まれた。父親は出版業者で、ヘルツェルは1868年までゴータの地図、出版社で3年間働いた。家族とウィーンに移り、ウィーン美術アカデミーに入学した。1年の後の1876年にミュンヘン美術院に移り、ビルヘルム・フォンディーツに学んだ。美術院を卒業後、 結婚し、ミュンヘンとローテンブルク・オプデアタウバーの両方に住居を持った。ミュンヘンではフリッツ・フォン・ウーデと親しくなり、ウーデと印象派のスタイルで作品を描いた。ウーデ、ルートビヒディル、アルチュール・ラング・ハマーといった画家とダッハウの近くの村に美術学校を作った。この学校の設立が元になって、ダッハウに多くの芸術家が集まるようになり、 ダッハウ芸術家村が形成されることになった。1888年から1905年まで、ヘルゼルはダッハウに住み、その間、彼による美術教育はヨーロッパ各国から多くの生徒を集めた。1904年にドイツ画家協会の第一回展覧会に参加した。1905年にレオポルト・フォン・タルクロイトの公認として、 シュツットガルトの美術学校の校長に任じられた。美術学校の教授たちとの意見の違いから1919 19年に退職した。その後は個人教授や作品制作をして過ごした。具象絵画からゲーテの色彩論、物理学者のベゾルトの色彩理論を研究し自らの色彩理論を作り上げた。具象絵画から出発して1910年代には、 中小絵画に移っていった。ありがとうございます。